私はダチョウが好きすぎてダチョウの博物館を作ることになったただの飼育員。今日はダチョウの大腿骨を紹介します。ダチョウの大腿骨はこんなに大きい。大きくても思ったより軽い。骨の断面はこんな感じ。骨の中の空洞に無数の柱を張り巡らしたような構造をしている。一見スカスカに見えてもしっかり強度を保つ工夫があります。ダチョウは空を飛ばないけれど骨にはちゃんと鳥の特徴が出ているんです。今日はここまで。クラウドファンディング8月31日まで実施中。ご支援よろしくお願いします。